みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回ですね、今回はもうほんといかにも水色って感じですよね。水色って感じのものが置いてありますよね。今回はりみちゃんのね、机を私がプロデュースするという企画でございます。はい。あのですね、りみちゃんの前回あの家族で1万円100均、はい、まあ、ワッツってとこで1万円買った時に、はいはい、あの机の模様替えをしたいということで、いろいろりみちゃん買ってますよね。買ってます、はい、でもあれは本当あの一部じゃないですか、あの飾りが、はいはい、であれをね置いたところであんまね変わってないんですよ。はい、わかりますでしょ。わかります、はい、でもりみちゃんは、はい、もうちょっとこうなんだろう、ちょっと綺麗系な、ちょっともう3年生ももうすぐ4年生だし、もうちょっと大人っぽいね、落ち着いた机っていうか、なんかチャラチャラしてるのがよくないみたいなね。そうそうそう、なんかもうこう落ち着いてる感じ。そうそうそう、ちょっと子供っぽい、もう幼稚園からあるもののがいっぱいあるので、りみちゃん、うん、だからもうちょっと大人っぽくしたいなっていうことなんですけど、はい、自分じゃね、どうやっていいかがわかんないんですよ、りみちゃん。もう皆さんわかってるの通りズボラだし、洋服もなんかもう固定したものしか好きじゃないし、うん、ちょっとね、わかんないっていうことで、お姉様がここで出番だということで、しほちゃんにね、じゃあプロデュースしてもらいましょうかということで、はい、しほちゃんに託そうと思います。で、この前ママとしほちゃんがちょっとダンスの帰りにダイソーに寄って、うん、はい、ちょっと選んできました。はい、はい、ここにね、テーブルの上に乗っているものは全部ダイソーで購入してきました。はい、あとね、はい、サムネに載ってた通り、こちらでもこちらの方です。あ、そうそう、これはでもね、ちょっと右の星はちょっとしほちゃんっぽいかなと思っちゃったんですけどまあとりあえず100円だし、はい、なんかあるところが、似合うところがあればやろうかなと思って。こっちはリミって感じだよね。うん、こっちはなんかママもこういうの好きだし、でもね、あくまでも今回は部屋じゃなくて机のプロデュースなので、机に合うかどうかわかんないんでね、とりあえず買ってみましたという感じで、はい、そちらはね、今日髪がめちゃくちゃなのね、あの学校帰りでさそうだよね、やばいよね。すいませんね、乱れててね、しおちゃんねはい、ということで、とりあえず今回はダイソーで何を買ってきたかっていうのを紹介して、はい、次回は本当にりみちゃんの机にちょっとコーディネートね、飾っていくって感じをやっていきたいと思います。もちろんね、りみちゃんが持ってるものを全て撤去するわけじゃなくて、こうプラスして、うん、いこうかなと。まあ、その辺はね、ちょっと臨機応変にやっていくので、はい、今回はじゃあ、何をね、買ってきたか、これ買ってきたものも全部ね、使うかどうかわかんないんですけど、そうですね、はい、とりあえずね、はい、ざっと買ってきてみました。はい、はい、ということで紹介します。はい、お願いします。はい、ということでまずね、こちらアートパネルミント、これね、こう灰色と水色、今回ね、ほんと水色がテーマなんですけど、そうですね、テーマは水色か、あとりみちゃんが好きなこう、なんていうの、黒系、ミント系、黒系もそうですけど、ミント系が好きなんですよね。あ、そうそう、ね、それをテーマに買ってきました。で、こちら、画鋲を刺して、はい、写真とか、そうなんですね、貼れるんですよ。りみちゃん、使ってるのあるんですけど、真っ黒で、うん、ちょっと大きいので、ちょっとおしゃれな感じで、そうだね、変えようかなと思う。はい、はい、続いてはですね、こちらのお花ちゃん、緑ですね。はい、まあ、なんか本当にどっちがいいか分かんなかったんですけど、まあ2つ置いたらくどいかなとも思うし、まあ、ね、どっちか可愛い方、似合う方置きましょう。で、どっちか私使おう。うん私かママがね。そうだね、可愛いよね。可愛い、これ続いてこちらです。はい、こちらの網、アイアンバスケット。はい。可愛くない？可愛いです。もうこれが置いてある時点でおしゃれだよね。そうそうそう。だよね。うん。
ね、これにね、うん、こう入れても可愛いでしょ。うん、そうそうそう、こうしっかりね、奥まで、こういう感じであれしてもいいかなとも思うし、うん、またはね、こちら、うん、こちらのキャンドルですね。はい、キャンドルを買ってきたんですけど、うん、本当私の指がなんか太すぎて入んないっていう。いや大丈夫、ママもそうだ、落としていい、ピッ、そうそう、まあ蓋、まあ飾るときは蓋取るけどね、こんな感じにする感じ、うん、それでも可愛いかなっていう感じですね。まあちょっと飾るときになってみないとわからないですけど、はい、イメージとしては、イメージとしては、うん、あとね、こちら立てれるようになってて、うん、大事なものをこう挟める、はい、これなんて言うんですよ、インテリアボード、うん、なんかボードみたいな、メッセージスタンドみたいな、うんうん、メッセージを挟める、大事なことも挟めるし、なんかりみちゃんね、幼稚園のお友達、仲良かったお友達、今ちょっともう引っ越しちゃって近くにいないんだけど、その子がくれたね、なんかしおりみたいなのをめっちゃ大切にしてて。そうなの？そう、それをね、そこにね、挟んであげたら喜ぶかなと思って、それをね、チョイスしてみました。はい、わかんないけど、どうなるか。はい、 でね、同じ模様ね、でね、うん、このね、うん、同じ柄の、そう、写真立スタンドがあったので、うん、隣にこう隣にね、こうやったりこうやったり飾ったら可愛いかなと思って、うん、ね、こっちも買ってきました、うん、まあ写真はね、中変えてもいいし、白コロとかね、白コロか推しか友達だよね、うん、でもそうだね、確かにリミの場合は、うん、スプラトゥーンのイカ飾るかそんなにフォートナイトの一番好きなスキン飾るか写真撮ってないでしょ、だってまあそれは乞うご期待、どうなんだね、はい、はい、私やばいと、私はすごい候補がいっぱい、推しって言ったら、推しは何だ、翔ちゃんの推しは何、推しって言ったらめちゃくちゃ候補ある、アニメ続いては、うん、こちらのね、私のね、部屋にもね、この前買ったやつがあるんですけど、うん、ディフューザーね、なんか匂いのするやつ、はい、今流行ってるね、今回も黒なんだけど、ちょっと水色、そうそう、なんかワンポイントで水色が入ってるのを押して、ちょっとあんまり大きすぎない方がいいかなと思ってちっちゃいの選んだんだけど、うん、どねこちらも買ってきました。可愛くて、なんかこう貝殻とかが入ってるやつ、でもちょっと合わないかもしれないので、そしたらママの部屋に置こうかなと思って、半分ママが欲しいみたいな可愛い、めっちゃ可愛い、見てこれ、揺れんの、揺れんのこれ、貝殻揺れんの、マジで可愛い、可愛くないこれ、やばいと思って、可愛い、ちゃんに関係なく買っちゃった、ママがママが選んだ、多分リミはこっちですよね、多分リミちゃんこっちの方がね、合うと思うんだよね、このさ、草じゃなくて、この緑と一緒にさ、おい、こっちこうやって置いてもさ、黒いワンポイントであったいいかなと思ったり、なるほど、ドロドロしてないよね。続いてはですね、このハーバリウム、そう、翔ちゃんが前さ、セリアの材料で作ったじゃん、自分で作りました、あれ今も飾ってあると思うけど、飾ってあります、そう、それの、あのもう水色版、市販版、もう市販で売ってる版、これ100円かな、うん、はい、なのでリミちゃんもいいかなと思って作るよりさ、買った方が良かったよ、買った方が良かったよ、そうなんだよ、あれ多分作るのに500、600円、700円ぐらいかかってるよね、買ったし、こっちの方が綺麗それ言っちゃダメだよ作るのはほら、自分しかない、持ってないんだから、世界にたった一つじゃん特別感が違いますよ、特別感がまあ、はい、ということで、ファーバリウム、うん、なんで私ファーって言っちゃうんだろう、ファーバリウムって言っちゃうファーね、うん、で、こうやってね、並べても可愛いかなと、うんうん、そうだね、それにお花も加わったらさらにちょっと今、あ、そう、こんな感じで並べたり、こうだねそうね、こうやって、こうです、うん、こっちのお花もでも合うかもしれないね、ハーバリウムがあると、そうだね、こうやって、あー、
まあこんな感じでまだわかんないけどちょっとやってみようかなって感じですね。はい、そうですね。あとね、こちらのハンガーなんですけど、うん、可愛くない？に流行ってる雲型でさ、でさ見てこここれ多分ね持って帰ってくる時に割れちゃった気がして。だよね、多分大雑把に持って帰ってきちゃったんで。こうついてたはず。そう、多分ね買った時は多分大丈夫だったと思うんです。まあ後で接着剤で止めたいと思います。はい、もうめちゃくちゃもう瞬間接着剤で止めればすぐ治ると思うんでね。はい、はい、直します。はい、最後ですね。最後はですね、こちらのサンダーボックスです。これもね、あの1個100円なんですけど、3段で100円じゃなくて、はい、これ自分でなんか3色あったんですけどね、ちょっと1色でリミちゃんが好きな風の青っぽいのにしました。こちらの3色で、そうで、これだよね。うん、ママとしてはこの3色を組み合わせた方が可愛かったんだけど。可愛い。リミちゃんピンク嫌いなんで。意味はね、なんでピンクが嫌いなので。私ピンク大好きなんですけど。ピホちゃんはね、ピホちゃんにだったら全然ピンクありなんだけど、今回はこういう感じにしてみます。シックな感じ。これはこれでいいよね。うん、これなんかウッド調だし、うん、なんか可愛いなと思って、プラスチックのよりなんか味が出るんじゃないかなと思って選びました。マジだったらピンクだけど。ああそうでしょ、正反対だからね。はい、じゃあこんな感じでちょっとじゃあ一旦全部押します。あ、待ってん、これはもう紹介しましたっけ。これは紹介しましたよね。しましたね。まあ、しほちゃんっぽい感じで、りみちゃんっぽいって感じで。これは使うかどうかわかんないけど、一応ね、なんかで使うかなと思って。はい、こんな感じで、まあ100均でダイソーですね、購入品です。です。次はですね、はいはい、次回リミちゃんの部屋で、はい、実際にちょっと飾っていきたいと思います。はい、はい、ということでね、今回はリミちゃんの机を改造するべく100均で買ってきたものを紹介してみました。はい、ということで次回もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ、お楽しみに。あ、次の瞬間ね、うん、黒い画面になって次回続くってなるから。